世界で活躍できるゴールキーパー育成を目指す日本サッカー協会監修のゴールキーパープロジェクト。下のボールを斜め前でキャッチして胸に。前回 JFA でアンダー世代の育成経験豊富な加藤義夫さんから初めて直接指導を受けた本郷中学校の生徒たち。そんな本郷中学校のゴールキーパー陣を改めて紹介しましょう。まずは3年生。最後の時飛んでたのと同じようにそのままこう飛ぶんじゃなくて、最後思いっきり伸びきってほしい。ゴールキーパー歴が一番長い頼れる先輩飯島くん。普段自分たちが練習で取り入れているものもあれば、その自分たちがいつも大事にしてないような新しい発見もあったんで、すごくためになったと思います。ポジショニングをもっと良くしたら、今まで取れなかったようなボールもキャッチできたり外へ弾き出したりすると思うので、ポジショニング、立ち位置は意識したいって思ってます。2人目は中学生になってからゴールキーパーを始めた吉森くん。最初の両手のボールとか今までほぼやったことなかったので新鮮でしたし、まあ、本当前回基本的なことだったんですけど、やっぱ自分できてないってことが多かったりして、まあすごいためになりました。実は最近フォワードも始めた二刀流選手。裏行ってくれるとこのパスコースもまだあるし、他もまだ生きるから、お前が後ろ行くと相手のマークが釣れるかもしれないと移動する。そしたらそいつにそこについてたやつがフリーになれた。吉森くん、フォワードむずい。難しいっす。なんで悩んでたの？今日はなんか最近調子が悪くて、シュートが入んなくて、収めるのはできるんだけど。楽しさ的に言うと、楽しさ的には言うとやっぱフォワードですけど、まあフォワードやってるとキーパーっていうか止める楽しさっていうか、相手のシュート止めた時の喜びっていうのがやっぱ大きく感じられます。加藤さんにフォワードとの二刀流について聞いてみると、今みたいなところにパスをつけられるっていうのは中学生ぐらいじゃなかなかできないんですけど、やっぱりフォワードもやるんで、ああいうところにしっかりパス出せるって攻撃的なあの目はすごくあると思うんで、なかなかゴールキーパーしかやってない子はあそこにはパスは出せないですね。続いては2年生。まだゴールキーパーを始めておよそ4ヶ月の山田くん。期待しすぎかもしれないですけど、なんか応用したこととかいっぱい教えてくれると思ってて、でそしたら、まあ、意外と基礎的で、基礎的な部分でもできなかった部分も多いんで、やっぱそこを直してからじゃないと、いや応用とか言ってる場合じゃないなって、まあ、基礎の大切さを分からせてくれました。僕もセンターワークから転向してきたんで、4ヶ月前くらいに、クロスとか、あとボール回しの仕方、なんかセンターバックに行った時とゴールキーパーでの時のボールの回し方ってちょっと視点が下がるから、まだそんなに分かってなくてパスミスとか多いんで、そこは教えてほしいなと。クロスで取れないシーンで失点しちゃったりすることがよくあるんで、あとクロスって。2人目は深見くん。やっぱ手を前にするとか、そういう基本的なことをの指摘を受けたので、そういうのを意識するのに、やっぱ意識もしなかった感じなんですけど、普通の守備もそうですけど、やっぱキックとか、なんか味方の見方とか、そういう感じです。自分のポジションの取り方とか、そっちの方です。もう終わり？深見怪我しました。踏まれたとか言ってひよってます。ひよってんの？ちょっとシャイな深見くんですが、こんな一面も。車は作りたいんです。やっぱいろいろありますよ。ちなみにどこの車が一番好きなの？車好き、そうですね、イタリアのランチョアストラトスって若干マニアックな車です。わかります？いや本当に自分でなんで車好きだったかわかんない。じゃあ今からなんか特別勉強してることとかあんの？ありません。 あんま頭よくありません。そして2年生はもう一人、町田くん。まだキーパー始めて、中学から始めた
ゃんとその基本的なことをちゃんとできるようになったり、この5人が中心となってこれからさまざまなゴールキーパートレーニングを紹介していきます。皆さんの応援よろしくお願いします。